初地下鉄だ。何回も乗るタイミングを逃していた。切符を買うん、ここは切符を買うんでしたっけ？はい、ここに切符を買う方法が利用してる。で、はい、あ、5000円ありますか？あ、2ユーロだけあるから、はい、あ、大丈夫、ギリギリ。そうしたら大丈夫。なんか回数券みたいなのもあるんですよね。はい、その1日券か、1日券もあるし、1日券はなんか、何回乗ると得なんでしたっけ？そういうことではないんですよね。大体にはあの1日分のチケットか、まあ、あの100分のチケットか、はいはいはい、でそれともあの 2日間、100分、そうそう、ちゃんと、はい、あ、約の時間なんすか？時間によって何回も乗れる、はい、いや、あの地下鉄は実は1回だけなんですけど、これを買うと、あ、はいはいはい、バスは乗り放題なんだけど、同じチケットなんだよ。で、1日のチケットなら乗り放題、地下鉄もね、はい、そうそう。でも、まあ、2回、あと1回かな、今日は。じゃあ、そうですね。じゃあ、これにしましょう。ここに置いて、で、ここにお金を入れて、はい、でこんな感じ、ちょっとアナログ的な感じなんですけど。で、これ上引くんですね。そうそうそう。で、お釣りが出ないことがあるって、なんか YouTuber が言ってました。いやいやいや、大丈夫ですよ。出ますよね。出ますよ。金額が大きいとなかなか出てこないとかなんか言ってる人本当にいましたよ、うん、でも出てきましたよ、はい、こんなチケットかな、はい、あれかな、あのバーコードかざす系ですよ、これね、なんか入れるんですか、これは、はい、かざす系です、かざす系じゃない、いやいや入れる、あ、そうなんですね、で、はい、すぐに行って、はい、で通るだけ、乗れたなんか絶対日本の電車の方が複雑なはずなのに、ね、海外来ると全然、いや、本当に日本はマジでね電車がね発達しまくってますからねあれお札ダメなんでしたっけ、あれ、機械による、あ、ダメなのもあるんだ、はい、そう、小銭を意外とね持っといた方がいいんだなって、しかもなんか6ユーロ以内の次ではないと出ないというね、基本的に、はい、なのでなんかの例えば1日のこういうこのチケットを買いたいと、はいはいはい、10ユーロの札があると、はいはいはい、お釣りが出ないので、あ、やっぱそれでお釣りが出ない、それのことか、でもさすがにすぐに行くと悪いのでお札も言うことができないというのが、はい、はい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 、なるほど、だってもう気をつけよう、はい、勉強になります。日本の電車料金高いと思いますよね、高いでしょ、めっちゃ高い、高いですよね、めっちゃ高い、特に、おい聞いてるか、いや、もう本当に、おい聞いてるか、大体ね、税金上がったって値上げする必要ないだろ、なあ、税金にカッコつけて値上がりのチャンスとか言うなよな、無駄な経費いっぱいあるだろ、経費。